だ。お母様からだわ。それからはい、ダイアナもよ。お父様だ。ねえ、見て見て、ほら。じゃあアーメンガードさんには2つも小包が届いていますよ。2つも。1つはお父様から。また本だわ。それからもう一つは郊外にいらっしゃるおばさまからよ。うわー、イライザおばさんから。はい、今日はこれで全部終わりですよ。ここで皆さんにお知らせしておくことがあります。実は私、今夜は親戚のおばの家に泊まりに行くので、この学院にはいないことになります。ですから今夜はいつものように皆さんのお部屋を回ってあげられません。夜遅くまでおしゃべりしていたり毛布を蹴飛ばしたりしないで静かにお休みするんですよ。わかりましたね。はーい。よかった、破れ靴なんて見ちゃいられませんよ。直しまでできるピーターって素晴らしいわ。いえ、このぐらいはなんとかね。ありがとう、ピーター。一体どこで道草食ってたんだい。買い出しに出てからもう何時間も経ってるじゃないか。ごめんなさい、靴が壊れて歩けなくなって、それで直してもらって。ふっ、下手な言い訳や嘘っぱちはたくさんだよ。そんなにここが嫌なら戻ってこなくたっていいんだよ。まったくだ、今頃帰ってきたって今日の夕食に間に合いやしねえんだい。献立を変えたために院長先生にはどやされちまったんだぞ。ごめんなさい。なんだ。セーラーさんに食事を用意してあげてもいいでしょうか。なんだって。セーラーさんはお昼もまだなんです。知らないね、そんなこと。セーラー、食べるものを食べさせてもらいたきゃグズグズしないで早く仕事するんだよ。はい、モーリーさん。お嬢様、戸棚に古いパンが取ってあります。紅茶を浸せば食べられますから。ありがとう、ベッキー。ベッキー、セーラは夕食は抜きなんだからね。余計な手助けしたら承知しないよ。ジェームス、残り物のパン片付けておしまいよ。ああ、そうしよう。さあ、二人とも仕事だ、仕事。
お嬢様。え、ここは私がやりますから、先にお部屋に戻ってくださいまし。いけないわ、私だけ先にだなんて。いいえ、私は夕食をいただいてるんですから。でも。お嬢様、私も覚えがあるのでよくわかります。食事を抜かれた晩は体中の力が抜けてとても働けるもんでございません。ここから屋根裏部屋まで階段を上がることだってどんなに大変だか知れませんでした。ですから今夜は。ありがとうベッキたちが出てきて嗅ぎ回ったり、ベッドの上に飛び上がりそうになったり。え、メルは？ほらね、私見つけてあげたんだけどもうなくなっちゃったの。そう、ごめんなさいメル。私も今夜は何も食べるものを持ってきてあげられなかったのよ。またお父さんが送って起こしたの。あなたなら読めるかと思って。まあ、カーライルのフランス革命史ね。え、知ってるの？そんな本のこと。え、いつかお父様に買っていただこうと思っていた本よ。うちのお父さんたら私に夏休みまでにその本を読んで覚えておくようにだって。まあ、とても無理よ。いいわ、アーメンガード。私が先に読んで少しずつあなたにお話ししてあげるわ。それならきっと覚えられるわ。本当？うん。その入れ物は。はい、これはアメリア先生がいつも夜食に召し上がるミートパイで、今夜もお運びするようにって。嘘おっしゃい。え、アメリアは今夜親戚へ泊まりに出かけています。え、ベッキー、一体誰に頼まれてそんなもの勝手に作ったのです。さあ言うんです。言わないと。
長先生に叱られているんだわ。さあ言いなさい。一体誰がこのミートパイを食べるはずだったんですか。お許しくださいまし。私あんまりお腹が空いたので自分の部屋でいただこうと。なんですって。本当です。私一人で食べるつもりだったんです。呆れた。もうお前のような意地汚い子は許すわけにはいきません。この学院から出て行きなさい。お許しください院長先生。院長先生が来るわ。どうしよう。明かりを消して。私お嬢様に食べていただこうってミートパイをお作りしたんですけど、院長先生に見つかってしまって。なんてこと。でも大丈夫です。私お嬢様にお作りしたなんて一言も言わないで頑張りました。おかげでひどく叩かれましたけど心配はいりませんです。ベッキー、セーラ。え、あのもしかしたらあなたたちひどくお腹が空いているんじゃないの。ごめんなさい、私ぼんやりだから気がつかなかったの。あなた私が大好きなおばさんのこと覚えている。覚えてるわ。イライザおばさんでしょ。ええ、実はあのおばさんが今日お菓子の包みを送ってくれたの。まあ、私それをまた忘れて。今取ってくるわ。みんなで食べましょう。わー、ありがとうアーメンガード。でも今降りていったら院長先生に。お嬢様大丈夫だと思います。院長先生はお部屋に戻りましたから。今頃きっと。さあ、じゃあアーメンガード気をつけてね。行きましょう。わーはーい。さ、テーブルの支度をしなくては。アーメンガードのショールよ。ちょうどいいわ。テーブルクロスに借りましょう。うん、私部屋行って飾れそうなものを探してきます。ええ、お願いね。ベッキー、その帽子を貸してくださらない。帽子でございますか。そうよ。これは何のお役に立つんでしょうか。これはね、パーティー用の真っ白な森花のつもりなの。わ、本当のお花みたい。なるほど、
立派なつもりでございますわ。あ、アーメンガード、大丈夫だった？うまくやったわ。みんなグーグー寝てたもの。よかった。さ、パーティーのお料理の飾り付けよ。わーい！え、じゃあずっとあなた気がついていたの？決まってるでしょ。ベッキーが院長先生に叱られてから目を覚ましてたのよ。で、どうすんの？セイラたちのこと。二度と屋根裏部屋で勝手なことができないよう注意してあげるだけよ。よくって、ここは屋根裏部屋なんかじゃなくって、マリー・アントワネットがいたベルサイユ宮殿の大広間なのよ。え、ここが？そのつもりになるのよ。私たちはその宮殿の侍女たちなの。まもなく国王ルイ16世に招かれた貴族たちがパーティーに集まってくるの。本当？つもりよ。つもりでございますね。ベッキー、何をしているの？はい、私今宮殿の侍女になろうとしていたんでございます。でもお嬢様、つもりになるって随分力がいるもんでございますね。大丈夫よ、そんなに力まなくても。さあ、お料理は揃ったわね。え、イライザおばさんが作ったクッキーとケーキと。クッキーとケーキじゃないわ。ここに並んでいるのは特別に焼かせた王宮のステーキとミートパイよ。それにお料理を乗せてあるお皿は全て金でできているの。ほらね。そして床にはほら、ふっかふかの絨毯が敷き詰められているわ。天井にはシャンデリア。ここは宴会の大広間よ。そして私たちは美しい侍女なのよ。さあ、大広間の方へ。大きな炉もある。そして四方にろうそくを灯してキラキラ輝いている。知らせてくれなかったら朝まで見逃すところでした。さあ、みんな早く片付けるんです。セーラ、この計画がアーメンガードから出たものでないことは分かってます。あの、私セーラがお腹が空いていると思って。あなたは黙って。
セーラ、お前には明日はっきりとお仕置きをすることにします。アーメンガード、ロッティ、部屋へ戻るんです。ベッキー、お前もです。いいですね、セーラ。お前は明日の朝も昼も夜も食事抜きです。家族もご招待するつもりだったけど、パーティーはこの通り消えてしまったのよ。炉は赤々と燃えていることにする。テーブルの上には温かい晩の食事の支度ができている。柔らかいベッドで、毛布と大きなふかふかした枕がある。くじけた